今回は、まあ、ペラはこの設定ですね。この設定の、まあ、考察兼攻略を紹介できればなと思ってます。まず普通の、ね、攻略、普通の攻略って言ってもみんなやったらこう狙うよねっていうのをまず第一つ目に、ね、流していきたいと思います。続いてパワーが強い時ね、まあ、もう始まってしまってる台があった時がこちら。仮のね、このダンボールがあったんでこれを使いましょうか。ここ斜めに置かれてる時に普通みんなここを狙ったりさするじゃないですか。汚いアームでした、すいません。坂道のその粘着が弱かったり、あと押しパワーが強い、まあ、UFO9 の押しパワー皆さんも分かってますよね、どこで見るかは。でそれでいけるんじゃないかって判断した時にやる技なんですけども、ペラを狙わずにどこを押すかっていうと坂押しっていう名前なんで坂を押しに行くんですよ。で坂をで、どこを狙うかというと箱の頂点のギリ奥に爪を滑らせる。そしたら後ろにアームが回って箱と坂を同時に押してクッと進むんですよね。っていう技が坂押しになります。粘着性がまあ強かったりとか押しパワーが弱い台っていうのでは使えないので、それはまあ初期位置からある程度進めて判断して使ってみてください。
そんな気にしないんですけど、逆押しするときにど真ん中から逆押しするんじゃなくて、ここを狙った方がいいとか、箱のもうスレスレっていうのはありますね。絶対そうって言い切れないんで、箱の重さ重心にもやっぱよるので、基本的に最初は真ん中で様子見るかなっていう感じですね。こっちの方が動きよかったら、まあ、こっちだけでも進めていきますよっていう感じです。はい、続いてが爪裏刺しです。爪裏刺しはここ最近、まあラウンド1のペラワーが変わったんですよ。めっちゃくちゃこう薄くなって、でこれを使った技なんですけど、このアーム、まあ、僕のこのアームは8のアームなんですけど、このね、爪のここの裏とアーム本体の隙間、これね、分かりにくいよな。ここの隙間分かるかな、ここにこの薄いペラワを差し込む技なんですよね。これはまず原則として、まさか初期位置からあって、初期位置からではまあ無理です。角度がつけばつくほど、あの非常に使いやすくなりますね、この技は。ペラワの右半分、まあ、こっち側の場合は左半分ですね、右半分にギリギリで爪を入れます。そうするとちょうどね、ここアームのね、この本当の先端と爪の裏側がピタッとはまる時があるんですね。ここにサクッとで、サクッと入ります。でサクッとここで加工停止するんですよ、サクッと。でここに引っかかる感じですね。爪の裏が絶対に開いてるかって言われれば、開いてない時もあるんで、あの100円入れる前に絶対に見てください。あの片目で見ると見やすいですね。サクッとこう入ったら多分止まるんですよ、ここでピタッと。そしたらあとは上昇時にここにこうグッと引っかかって、まあ途中で取れたとしても思いっきり反動がついて進んだり、うまくいけばそのままひっついたまま運んでくるっていう技ですね。No!
そして最後、僕のこの持ってるアームが UFO8 のアームなんですけど、写真でちょっと画像出てるかとは思うんですけど、こんな感じでパチッと締め切ってる時と、こんな感じで締め切ってない時があるんですよ。案外ね、このパチッと締めるのって硬いんですよ。僕も設定作ったことがあるんで、自分で。なので完全に締め切ってないままの状態で、UFO キャッチャーにセットされてる時があるんですよ。それがこの画像なんですけど、この締め切ってない時って返しみたいになってるんですよ、外側がね。なのでそこにペラ輪が引っかかるんですよ。はい、その技です。でこれも第一前提として、初期位置からは絶対に無理です。で外側の返しをうまいことペラ輪に引っ掛けるためには、これもやっぱり箱を横にする必要があります。でなおかつ常裏差しの時よりも角度をつける必要があるかなと個人的に思ってて、まっすぐな坂があって、どうだろうな、もうこのぐらいかな、このぐらいまで箱を横にして左半分に沿わすように入れるという感じですね。でギリギリに入れます。ギリギリに入れます。そうすると上昇時にここに引っかかるんですよ。引っかかった状態で一緒に持ってくれるんですよね。その時に、うまくいけばそのままバンと落ちたり、というわけでペラ輪坂設定の解説兼考察動画となりました。こんな感じの動画が好評であれば今後もちょっとやっていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。この動画が素晴らしいと、役に立ったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。